需要があるから、姉もね、いらっしゃい。対応してるだけじゃん。それは運送屋さんは今、配達量は一気に増えてるよ。もう居酒屋は元のようには戻りませんよ。いや、俺はそんなことはないと思ってる。和樹いらっしゃい。居酒屋がね、バーンって、このコロナ明けになって、居酒屋が今まで通り夜中まで開けれて酒も提供できるようになったら行く奴はいっぱいいるから。元のようにどころじゃない話になるよ。うん。上がっていいですか？いいよ。うん、ちょっと待って、ヘッドホンすっから。どうぞ。俺行くよ、今まで我慢してたんだもん。やっと飲み行けんべやーなんて言ってよ。で行くべやーっつってなるじゃん。あ、こんばんは。ちょっと音小せかな。あげれる？こんにちは。あ、いいよ。以前に上がったものなんですけど、私別に佐野さんのアンチじゃないんで、変な風に表現するのやめてほしいんですよ。いや、俺別に、今あなたがこの上がってきた、相模森三郎？森じゃなくて相模が、相模の神ですよ。まあまあ。何度か上がってますよ、3回ぐらいは。で、何の話したの、それで。で、なんか知んないけど、自分がちょっと無茶苦茶なこと言って、それで、なんか。だから自分が無茶苦茶なこと言ったからじゃないの、今。いや、でもそれでも切れる。いや、自分が無茶苦茶なこと言ったからって今、自分が言ってんじゃん。でもだからと言って、でもそれ。いや、だからと言っては通用しねえよ、そんなの。通用しないよ。しないよ。だって普通に俺と楽しく話してんだったら俺いいよ。でもなんでそうやってすぐ切れるような癖があるのかなって思うんですよ。いや、癖じゃねえよ。相手に合わせてるよ。合わせてるって切れても、それじゃあ切れても、じゃあ何かあのつらわだかまりが残るだけじゃないですか。いや、あんたとわだかまりなんか残んねえから、どこの誰だか知らねえし。ただ、俺の放送に上がってきてグズグズ言ってんじゃねえよっていう話。だそこがもう切れる対象になってるんじゃないの？いやいや、切れる対象も何もねえから。あんたとわだかまりって、これね、友達だったらわだかまりだけど、おめえなんか知らねえから、わだかまんねえんだよ。ほら、それだよ、それ。なんで？何も静かにしといてくれよ。俺の放送なんか来なくていいから。おめえ一人、な、カットしたって、俺別に困ることねえから。な。あんたには俺が必要なのかもしれないけど、こっちはおめえは必要ねえんだよ。わかった？それだけ。聞いてんのかよ。返事しろよ、この野郎。返事しろよ、こら、この野郎。返事してんじゃねえかよ。おい、小僧この野郎。小僧じゃねえよ。おめえと年変わんねえよ、そんなによ。歳がじゃあ俺と変わんねえんだったらお前外パーターだな、この野郎。おい、ブルってんのか、この野郎。ブルってねえやったけ。早く映像出せよ、こら。顔つらさらせよ、こら。つらさらせよ、こら。おい。モノマネがうまいかどうか。つらさらせよ。だからアンチが増えるんだよ、バカ考えろっつったわよ。俺別にアンチが増えてもいいと思ってっから。あ、そう。うん。普通の会話してんじゃん、こっちは。え？
で、何のために今日上がってきたの？デブピザでも何でもねえよ、こっちは。ああ、コメントなんか読まなくていいから、俺とのマンツーマンでいいから。リスナーあんまり今いじるなよ、このバカを。俺がいじってっから。バカだ？てめえよりバカじゃねえ。何しに上がってきたんだよ。文句があるからだよ。んじゃあ、文句をゆっくり聞いてあげようかな。おめえみたいな酔っ払いに言ってもしょうがねえじゃねえか、あったけよ。え、ちょっと待って。お前みたいな酔っ払いに言ってもしょうがないのに、なんで上がっちゃったのかな？あらら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 。酔っ払いって分かってて、上がってきて、何が言いたいのって言ったら、お前みたいな酔っ払いに言ってもしょうがねえ。これ、無意味な突なんですか？あら、大ですか？聞いてんだよ、早く答えろ、この野郎、おい。答えてろよってかよ。めえなんか、めえ、何にも言えねえくせし、しやがってよ。どうせめえなんか、ディアトツされたらすぐブルって警察かなんか呼ぶんだろってあげよ、おへえ、お前なんか警察呼ばれたらブルって逃げちゃうんだろ。逃げねえ、バーカまったくよ。それでね、言い訳はするんだ。じゃあよ、おめえどこに住んでんだよ。神奈川だよ。いや、神奈川とかそういうこと聞いてんじゃねえんだよ。バカか、おめえは。なんだよ、じゃあ何が聞いてんだよ、じゃあ、バーカまったくよ。なんなんだよ、そのサングラスかけてる理由はよ。おめえなんか一番はできとこねえだろうか、あったくよ。ああ、もう、俺のことをお前が、ね、ガーじゃねえ、ゴーじゃねえ言ったって、お前じゃダメだよ。使えねえもんだ。何がダメなんだよ。ポンコツはいらないの、俺のとこの凸は。ポンコツはなんだよね、バーカったけよ。いや、お前さ、ポンコツなんでもねえんだよ。ちょっと待って、俺と同い年で、バーカはやめてね。そんなの小学生がバーカとか言うのはわかるけど。お前俺と同い年ぐらいだとか言ったよね。バーカだって。お前さ、リアルで人にさ、バーカとか言うんだ。言ったりするわ。ドライバー同士だからな。あ、運転手なんだ。運転手だよ。へえ。じゃあ安全運転してくださいよ。うるせえよ、黙ってろ。いや、うるさくないよ。安全運転してくださいよ、つったら、安全運転してますよ、でいいじゃないかよ。うるせえよ、黙ってるわ、おかしいだろうよ。落ちてやろうか。ああ、高校中退だよ。悪いかよ。どっちでもいいよ。あの、頭、脳みその、中退だろうが何だろうがいいんだよ。今、一生懸命働いてんだよ。な？ハンドル握って。ああ。そうだろ？改造コンテナやってるよ。トレーラーやってるよ。覚えてねえか、おめえは。知らねえよ。何ヘッドやってんの、お前。どうやってなんか、あ？ヘッドやってんのかっつうの。なんでヘッドって。ヘッドって言わねえ、バーカ、まったく。何がヘッドだよ。おめえ4トンだろ、どうせ。うん。おめえじゃヘッドなんか回せねえよ。回せるよ、バーカ。まあ、頑張って、引いてくださいよ。コンテナ。な。どこに住んでんのか知らねえけど、な。神奈川だっつってんだろうがよ、あったくよ。うん。てめえはどこなんだよ。いや俺は大阪市中央区日本橋 2-14-6 ウェレナ日本橋401号室佐野智則ですけど。401号室なの、はい。なんでそこいうことがはっきり言っちゃう。はい。どうしました？なんでそこだっけ。何言ってんの。いや別に。おめえどこだってっ、てめえが聞いたんだよ。おい。あ、そう。あ、そうで何黙っちゃったよ、これ。バカ。俺金具やで。あんたはね。俺、神奈川だよ。最初アンチでいるつもりねえんだけどさ。なあ、最初は普通にコメントしてたよ。だけど最近の言動があんまりもひでえから。じゃあ、何がじゃあよ、言ってやるよ、おめえ。何がひでえと思ったんだ、言ってみろ、こら。
小僧。あんたな、話してるとすぐにな、人のこと敵に回すんだよ。お前と話してることはない。お前とは3回話してんだよ、こっちはよ。んじゃあ、もう上がるのやめりゃよかったじゃん。なんでまた上がってくんの？前から言わせてもらったんだよ。すげえんだよ、おめえよ。しつこいの？ねえよ、もう30年やってる。しつこいの、しつこいの。20年やってるよ、トレーラー。いや、勝手にやれよ、引っ張っとけよ、んなもんよ。うるせえな。なんでそんなもんって。お前もやっぱユイガと変わんねえな、マシな。ユイガの話なんかしてねえんだよ。バカがよ。あいつもすぐ逃げるからな。逃げてねえから。早くいつまで俺とお話できんのかな。お話？トレーラーヘッドの使えねえあんちゃんよ。あ？お前やらせてやろうか今度じゃ。あ？やらせてやるよ今度。やってみろじゃ。この無理野郎が。バカがよ。ねえじゃねえバカ。お前インスラあれか、おいおいおい、これ以上に笑える話じゃねえぞ。俺免許なくても大丈夫やもん。車なんかなくたって大丈夫なんだ。俺どっか出かけるときタクシー呼ぶからな。本木ふ頭でよ、本木ふ頭でよ、 2,3 時間もよ、ヘッドだけでのな、寝腐ってろバーカ。こいつ知ってんだよ、こっちはよ。何が知ってんだよ、言ってみろよ。どんだけ大変なものか言ってみろ。今こいつ言ってみろ、言葉止まっちゃったろな。こんなのよ、トレーラーのヘッドでよな、本木のよ、あそこよ、バカ面こいて並んでてよな、下手すりゃよ6時間ぐらい待ってよな、食ったらねえよな、のよ、目引っ張ってってるだけだから。詳しいっていう子、それは知ってるよ、俺だって運送やってたんだから。運送やったってやつはどうせ大型もやってないだろ。ほら、ここで言うじゃん。大型やれたらすごいんだ。へぇ。別にすごいと思わない。手積み手下ろしやって、それで腰痛めて、やってる人何百人もいるよ。何が手積み手下ろしだよ。なんかおかしいんだよな、おめえの言ってることはな。バイクのことはそうだよ。いや、俺はバイクは乗ってないから。カッパラって乗ってたとこ前に言ってなかったか？それガキの頃でしょ。なあ。ガキの頃でもなんでもないんだよ。大人になってから俺バイク乗ってねえから。モンキー乗ってただろ？あれどうしたんだじゃあ。俺、あれ、リスナーさんに売った。売ってどうしたんだ？あれ、乗ってたのか？だから、え、ちょっと待って。売ってどうしたんだ？売って金にした。以上。あ、そう。あれ、乗ってたのか？いやいや、あ、そうじゃねえんだよ、この野郎。この野郎じゃねえよ。てめえ、ほんと俺らもええよ、神奈川行くぞ、この野郎、てめえ、吊るし上げによ。俺も神奈川知ってんのいっぱいいるからよ、この野郎。嘘つかねえよ、バーカ。おい、この野郎、てめえよ。おい、俺と会えんのかよ、この野郎。会ってやろうじゃねえかよ。おい、言ったな、この野郎。会ってやろうじゃねえかよ、バカだらが。おい、放送なんかやんねえかんな、この野郎。わかってんだろうな、こら。帰り道してくれるわ。おい。おいじゃねえだろ、どうせてめえなんかハッタリだろ。ハッタリ。ごめんなさいごめんなさいとか言ってるだけじゃねえかおめえは。お前が煽ったんだろ、鶴の神さんだって。何？お前鶴の神さんって言っちゃったんだ今。なんでケツくせえ野郎だなお前はよ。今懲役行ってんじゃねえかよおめえよ。何がシャバにいて何もなんだよ。てめえがコンパスに行ってソウルジャンプだったの。シャバにいて何もなんだよ。シジミリスナーだよこいつ。おい。なんだシジミって。なんだシジミって知らねえよんなこと。どうせこいつ来やしねえよ。金持ってねえんだからよ。金リスナー渡してくれんじゃねえ。ちゃんま本当に行くのお前自分で来れねえのかよ。
おい。え？なんだ何の話ですか？だって、今のこの関係性を考えたら、もともと俺は自分の疑惑を放送してて、なんで自分のことは言ってねえんだよ。いえ、あんたが俺のコラボに上がってきて俺にガチャガチャ言ってきただけじゃん。俺のこと嫌いなんでしょ？だから聞いてんだよ。俺のこと嫌いなんでしょ？嫌いなんでしょ俺のこと。嫌いな放送をなんで見てんの？なんでそこにコラムに上がってんの？俺あんたに全く興味ないんだよ。俺も興味はない。じゃあ上がるな。落ちれ。ただいい。もう俺の放送に二度と来るな。うん。はい、わかった。ありがとう。ま、そういうことです、皆さん。結局こういうことなんだよ。うん、なんか文句あるわけでもねえし。いいから下がれよ、お前、お前。下がれよ。トラックドライバーがよ。乗り作ってんのか？トラックドライバーがうるせえこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。おい。言ってんだよ。眠てえこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。おい。何が眠てえで、眠くもなんだから下がれっつってんだよ。バカじゃねえから。あの、最後に聞いていいの？ねえ。お前じゃあよ、俺のこと来いって言うんだったらどこ住んでんだよ。名前も本名も全部言えよ。俺、佐野智則って言うんだけど。おい。小僧、この野郎。喧嘩すんのかよ、俺とよ。お前と喧嘩したって。ああ、この野郎。できねえんだったら落ちろ。できねえんだったら落ちろよ。お前が警察呼ぶだけだろ。な、違うのか。お前のいつものパターンじゃないか。お前、ユイカと一緒だよ、だから。へビビってんだ、おめえ。やりきらないんだ。じゃ、そのとこ乗っ込んでくればいいじゃんかよ、文句あんだったらよ。もうやってやろうじゃねえか、だっけ。もっと頑張れ、うんちゃって、俺のことか？じゃ、頑張ればいいじゃん。だって、さらさってそこに。俺は少なくとも、おめえに文句はないんだよ。だからよ、こっちが言いてえらここまで言いたくなかったんだよ。な？いや、もうそういうね、ここまで言いたくなかったんだよとか、眠てえこと言ってんじゃねえって言うんだよ。眠てえことじゃねえんだよ、その切り癖なんだよ。眠いんだよ、俺は。じゃ、寝ればいいじゃねえかよ。喧嘩売ってきたのおめえじゃねえかよ、この野郎。それぐらいに還元しないと誰も聞かねえだろ。何？うちの放送にお前は、まず必要ないから。あ、そう。このコラボに上がってるバカいらねっていう人1で打ってください。ほんと使えねえからつまんねえんだよ、こんなの。マジで。ほら見てろ、コメント、バカ、おめえ。おめえなんかいらねえんだよ。ほら。俺んとこのリスナーは俺と喋りてえの。おめえとなんか喋りたくないの。以上です。こいつの方がへ。あ、もういいよ、ストップで。はい。うん、分かったら落ちてください。な、ほら。これだよ、お前。俺今、落としてねえからな。マウスも触ってねえし。だからよ、調子に乗って上がってくんじゃねえ、バカ。つまんねえんだよ。スキルもねえしよ、トークのよ。上がれよ、俺がお前ガンガン言うんだからよ。みんな、正常モードに戻ります。次の方どうぞはないから。上がるなら気合を入れないと、あかねちゃん。気合あるやつは来ないよ。うん。そういうのは半グレみたいなのが来るだけだから。うん。なあ、こんなんただのトラックドライバーだろ？なあ。荷物引っ張ってるだけのバカなんだから。な？なもんどうでもいいよ。ちゃんまん今日はすごかった？いや、すごくないよ。違うよ。俺は、あ、
上がっていいですかって言われたから、いいよって上げたら、向こうが俺に攻撃してきたから、なんだお前この野郎ってなるじゃん。うん。何言ってんのこいつって。俺もう3回も上がってんだよ。知らねえよ。おめえが3回上がろうがよ。4回上がろうがよ。おめえのな、過去歴なんか聞いてねえんだよ、バカ。ふざけやがってよ。いや、もう俺は別に、向こうが俺に文句なきゃ普通に話すよ。だってここにいるリスナーで、ちゃんまんと、普通に喋ってみてえなーとかさ、いやー俺さ、ちょっとさ、ここのとこちゃんまんさ、いろいろあってさ、とか、まあ、文字じゃなくて、コメントでちょっと俺、話してもいいかなっていうのと、いいよいいよって。これなるもん。うん。何あったのよ。なるほどねって、まあいろいろねって。まあ生きてりゃいろんなことあんだよ。みたいなね。そういう話には、なっていくわけなのに、鶴の死の話まで出しちゃったからね。だって自分の話じゃねえんだから。ゴミだよ、あんなもん。な。てめえの話しろって話。YouTube ばっかり見て頭おかしくなってんじゃねえの。せいぜい運転気をつけろよ。